出てるなヘドロ。というわけでどうもこんにちは、セナです。水の神殿やってきました。パラセールなしで本当によくこんな天空まで来れたなと。まあね、基本的にあのゾナウギア様様というかカプセル様様なんですが、さあ水の神殿攻略、まあ下から行くか。一回ね攻略したことあるんで、それは前の世界戦で楽勝でしょう。あ？しちゃんか。これパラセールは開けませんからね。おお方向転換。あ、鉄箱が多分こちら辺に。うわー、ちょっと待てよ、すでに危ないぞ。そこに多分沈んでた。いいね、うわ綺麗、夕暮れも綺麗。あの宝箱でも良かったんだったっけな。ほい、で掴み上げて、こいつでも炎は消せたはず。いやてかこいつでしか消せなかったか。いやでももうさすが反重力っすね。おお、いいね。これであとはこいつを傘にして、ここくぐって、地下パラセールの必要のない地下、いや必要がないこともないんだが、いや怖っ、これいけたっけ。あ、押される結構炎に。あー危なっしん。さすがコロちゃん、シャワーのように今浴びてたな。よし、あっ、このままじゃなんかの充電が切れる。おお、これよし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 。であとは玉持って、ここに押し付けりゃいいんですよ。ここ浮いてますからね。これね、幸先よく一つ目。あと三つでしょ？あと三つ？どこだったっけ、もう一つ。こっち？あ、ここか。いや、これ、分かれてます、分かれてます。橋が分断されてる、寸断されてるんですが、パラセールを開かなくても、よかったよかった。寸断状況がよかった。で、この先でしょう。わあ、ここあれ、ギロチンカッターだったっけ？なんか覚えてますね。これあれだ、これあれだ、ここここここ指導寺、指導寺、指導寺、うわあ、ゲロ。浮いてるこの玉をさ持ってかなきゃいけなかったって話を、真夜中になってから気づきました。指導寺、ここね汚れを拭ってもらって、はあ届かない。まあいいか、水飲みあります、貴重ですからね。さあこれでポコポコ水たまりくんが出るようになりました。引っ張りつけるあれだったっけな。あ、つけれる、わつけれる、重くないんだ。じゃあ僕たちも連れてってもらおう。はい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 、わあ、あいつどこ行った？1個目の玉消えた。いや向こうに戻ってるわけでもねえな。どこに消えた？あ、今落ちてきた。この滝は登れる滝だよな。宝箱でもあったっけ。いや高みから見物できる。いやしかし僕たちは、ああ高いところはね苦手なんでね。ああのギロチンだ、ギロチンだ、そうそうギロチンだ。浮島をつけてこうすっと、考えたな、考えたな任天堂。これでお玉転がし、これでもう2つ目。やっぱウルトラハンドとこのティアーズ・オブ・ザ・キングダムの世界観が分かったらさ、もうなんか謎解きめちゃくちゃ楽しいね。前の世界戦じゃかなり苦労したはずなんですよ、ここも。さあ BGM も緊迫感増してきました。こっから向こうまで映るのは至難の技か。いやここぐらいだったら無茶できよう。行くよ、はい。はあ届かない。俺秘めた、ちょっと閉めた、閉めたもおかしい。ねひらめいた。これ水飲みでもいいんですが、チュチュこれだね。青いやつをつけて、あそこ滝が重っ、いっくそ出るようになった。
ただこれはまあちょっとそれでもって感じなんだけど、こうだね、こうして、で天才モドレコはきっと使えるんでしょ。いやすごいわこれ。改めてで乗ります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 。でコッペン、ちょもう完璧じゃん。これで残る2つのあれでしょ、エリアに入ったな。まず、この目の前から行くか。落ちてきてるぜ。あ、危ない危ない、いや危ないというかもう、あちゃん、俺たちの苦労は何だったん。乗り込め。あ、ギリギリ。ちょ、これで多分タイミングよく射出することができれば、よし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 、あとは任せてくださいや。水よ通せ通せ、水よ通せ、よし、今のうち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 、死闘地死闘地、あー取り替えはすぐなんで。仲間あれしてんのか、なんか霊気の実だの青チュチュとの仲は、ま、割れだの、もうひらめきましたよ。このくるくる回る灯台、これもしかして凍らせられるのでは、時を、そういうことなのでは。来た、白チュチュ、どうよ、違ったー違った、お汚れ取れたな、汚れ取れたけど、汚れ取れたな。おおおおお、いけた、結構まぐれじゃないっすよ、目押ししました。お湯？お湯だった。おお、なんか出た。オクタゴス、水の神殿に救う人。あー、なかなかね、手間取った記憶がありますよ。迫真だな、まったく体積というか質量というか、もうありえないものとしゃしやがって。というわけで、あの魚がこうペペペペペペってなってるんで、おお、指導時の守りがなかったら一撃だったのか。僕たちあの体力少ないですからね、防御力もさながら避けつつ、あっ来るよ、うっ、であの魚いった。でオクタゴス、オクタゴス、オクタゴス、せっかくもったいないですからね。いや結構攻撃力が高かったのか。逃げるな、逃げるなよ、逃げるぐらいだったら最初からヘドロなんか出すんじゃないよ。わー、動くな、当たった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 、はいはい、根元から、根元から壊れるんだって、もう壊れるんだって。で、最高戦力はこのスピアの横のブレード、はいはい、紫色、このまま地上に叩き落とすこともか。あ、半分でさ、おい、当たった、くっそ、いやこれギリギリさ、ギリギリ第2段階まで踏み込めなかったやつじゃね、際どいな、ここ、危ない。で、はい、そうだよな、まあでもいい感じですよ。さあゲートだらけだね、綺麗にしながらね、はい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 、くっそー、ここだ、どうだ、いやダメだ、ちょっと綺麗になっただけ、ちょっと綺麗になっただけ、うわ危ない、今ジャンプしてたのはたまたま。ゴロちゃんじゃダメだし、雷でもダメだから、ここ、あー届かなかった、おお捕らえた、よし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 、で根元から行きたい、根元から行きたい、根元から行きたい、
絡まりました、絡まりました。くそ、これ捕らえないといけないんですもんね。これじゃ結構ダメージ与えられないよ。無理だった今、ダメだね。ああ、あいつ縦横無尽。ああ戻った、そばから行った。よしよし、捕らえた。あ、ダメだ。もう気がついた、あたりめちゃくちゃ汚れてますよ。お茶濁せねえかな、無理だ。うおおおあー、捕らえた。これ大チャンスで、これ大チャンスだよ。あー、でもでもギリギリダメな。あー、いけた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 、クリア。ほら、ありがてえ、ハートの器。これで7個目になるのか。ただまあ申し訳程度やね、ビタビタだし。ゾーラの里の指導コンプリート。というわけで3つ神殿終わらされられましたね。というわけで最後、風の神殿なわけなんですけれども、これはもうめちゃくちゃ作戦会議が必要になるかもしれませんし、もうあながち勢い任せでやれるのかもしれない。頑張らなければならない最後の神殿、風の神殿、頑張ります。